馬製アルティジャン・ノルマンは、フランスのノルマンディ地方原産の短脚戦とハウンド犬種の一つである。別名は、ノルマンディ馬製。フランスでは、犬種名の頭文字を取ってバンとも呼ばれている。1600年頃作出された犬種で、それぞれ何らかの欠点を有し、あまり違いのなかったダルトア・バセットとノルマン・バセットという二つの犬種を融合させて誕生した。 作出されたばかりのごく初期の頃には怠慢で、気難しく扱いにくい犬種であったが、能力と性格を改善する改良が長年続けられ、1924年にようやく完了した。改良により性格は以前と打って変わって、有効的になり、スタミナこそ幾分か失われたが、吠え声や集中力が大幅に向上した。主にのウサギとキツネを狩るのに使われる。 ウサギは単独もしくは小規模なパックで匂いを追跡し、発見すると自ら仕留めた。キツネは、テリア犬とコンビを組み、匂いを追跡して発見すると、まず相方のテリア犬がキツネを巣穴に押し込む。巣穴の中で、テリア犬とキツネが格闘し、引きずり出すかおびき寄せて地上にキツネが出てくると本種が、それに止めを刺した。フランスでは、人気のある犬種の一つで、ペットや、 消毒としても飼育されている。また、イギリス、ベルギー、オランダ、北欧などにも輸出されていて、そこでも、猟犬やペットなどとして飼育されている。バセットタイプの犬種で、胴長短足である。しかし、体は筋肉質で引き締まっており、ほっそりとした容姿を持つ。マズルの長さは普通で、額には、ほんのわずかだがシワがある。体の皮膚には、 たるみやしわはない。耳は垂れ耳、尾は垂れを。コートはスムースコートで、毛色はタンブラックやビーグルなどに見られるブラック、タン、ホワイトの3色のトライカラー。短足だが足腰は丈夫で、大型犬の入り込めない狭い矢部の中での量を得意としている。体高はオス 36cm 前後、メス 30cm 前後で、体重は 私有とも25から2 0ラムの中型犬。性格は活発で、従順、社交的だが、頑固で、狩猟本能が高い良犬気質も持ち合わせている。家族以外の人や犬とも仲良くすることができ、しつけの飲み込みと状況判断力は良い。しかし、低く大きな吠え声はよく響くので、集合住宅での飼育には向いていない。運動量は普通で、 かかりやすい病気は、関節疾患などがある。なお、本種は、胴長短足の犬種ではあるが、極端に胴が長かったり足が短かったりする犬種ではないため、椎間板ヘルニアにはかかりにくい傾向にある。しかし、抱き方が不適切だと起こり得るため、抱くときには、片手で胸を、もう片手で腰を抱えるようにして抱く必要がある。ありがとうございます。